オッケー、相手に反撃させない。反撃の隙を与えません。よっこいしょ。どうも、 TBS アナウンサーのうなえりさです。今回もデモンズソウルで遊んでいきます。今日はですね、前回2回目の生配信で腐敗した巨像を倒した、ここは腐れ谷のステージにですねを終えたところということで、腐れ谷のステージ3、名前は何というのじゃ、突入していきます。力任せが最善策だ。なるほど、私ゴリ押しプレイは慣れてるよ。ということで、どん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 最深部へと近づいていきます。ここは安全、ここは安全だ。さあどんどん下降りていくけどさ、ちょっと待って、あ、そこもはしごか。ああ、無駄に落ちた。あ、でも攻撃されてる。え、なんでここに血痕とかあんの。何、ここどう考えてもデーモンだよね。ここでなら召喚、あ、出た。あのさ、あれみたいですね、生身の状態でこっち来ると召喚されるらしいですね。よし、え、なんでここでやられてんの、なんでここでやられてんの。これどう見てもデーモンでしょ、これどう見てもデーモンでしょ。どうしよう、いけっかな。もうとりあえず今の装備は審判者の盾でリジェネ状態にし、竜のロングソードとケツファルをつけてるので、いくか、とりあえずレッツゴー。音楽かっこいいじゃん。あー、すごい、あまたの勇者たちが。あんた誰、綺麗なお姉さんがめっちゃ可愛いじゃんこの人。え、どうしたの、まだ生きてる、まだ生きてる、まだ勇者が一人生きてる。めっちゃ可愛いじゃんこの人。すみません、ガルビンラット、ご無事で。え、え、乙女、アストラエラ、あ、アスト、え、あのマップでこんな、あのマップであんな可愛い子と戦うの、このマップで。こんななんか汚い汚い敵がいっぱい出てきたマップで、最終的にあんな、矢だけで戦おう。ここは神に捨てられた者たちが寄り添う場所です。いや、いや、持ってきてないって私。あなたが奪うべき何もこの地にはありません。あ、お願いです。え、戻ってって言われた。え、倒しちゃいけないのしや。姫、今助けに行きます。姫、今私が、あなた、あー、でもいいや、いらん、ピカピカキラキラ。この人たちも攻撃してこないね。無視でいい感じかしら。あー、ここにいる、さっきのなんとかって人、あの勇者っぽい人。あ、どこにいんの乙女は。なんかめっちゃ音楽はかっこいい、めっちゃ音楽はかっこいいのだが、矢だけで戦おうとか言われてもさ、矢持ってきてないな。じゃあパリーだけで戦おう。マジ、これパリー向いてないんじゃなかったっけ、このさ、あ、この盾ダメな気がする。てかそっか、まずあいつと戦わなきゃいけないんだ。アンバサいた、姫、いやー痛い、痛くない、痛い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 、こいつだよ、まずこいつと戦う、こいつと戦わなきゃいけない。え、
1しか当たらんやん。なるほど。おお、いいねこの技、いいねいいね。くらえ、 MP なくなるまで。おお、なんかもくらえ、 MP なくなれない。くらえ、感染に効くやつ。さあ、ほんと。ああ、危ない危ない。さあ、いざ。ああ、危ない！草を、草はもったいぶらない。一発回避したら、せめて、せめて、あー危ない！よしよし、いいよいいよいいよ。一発回避したら攻撃攻撃攻撃、そして引く。オッケー、相手に反撃させない。反撃の隙を与えません。あ、魔法危なそうな。お前、あ、平等か。これがこれが平等だ。あー、ムカつくな。どうしよう、ムカつくな。全開しやがったぞ向こうも。君は何枚クソを持ってるんだ。かっこいいけどさ、マシにとっちゃ君は敵だ。情けない。あ、結構きついな。痛いな。おお、平等さ、私たちは。半端ないな。もう回復はさせないぞ。お前と私の一騎打ちだ。痛い痛い痛いっつってんだろ。回復はさせない、回復はさせない。回復はさせる前に叩く。回復しと回復、あと1撃。きたー、姫はいただいた。姫の命は、姫
あなたの命をいただきます。あなたはあの人が倒れたのですね。わかりました。私の抵抗など無意味でしょう。さあ、望みのデモンズソウルをお取りなさい。え、私悪いやつじゃん。私悪いやつじゃん。ということで、見事って言っていいんでしょうか。なんかとっても複雑な気持ちになりましたが、腐れ谷のステージ3の、まあ、デーモンというか思い合う恋人同士だったのか、素敵な男女に手をかけてしまいましたが、見事クリアしました。また次回楽しみにしていてください。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。